繰り返してしまう腰痛ね、それに対して改善していく腸のセルフケアをお伝えできればと思います。生命線に沿ってね、肝臓っていうのがね、ものすごく重要になってきますので、次回は肝臓のセルフケアっていうのをお伝えできればと思います。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院復科副院長の松尾直樹です。今日もですね、腰痛を治していくためのヒントアイデアをお届けできればと思います。はい、今日なんですけども、今日は立ってる時の腰痛を改善させる肝臓のセルフケアをね、お伝えできればと思います。はい、まあ、これをね、見てるあなたっていうのは、まあ、お仕事をしたりとかね、スポーツをした後に時間が経ってくるとね、腰が痛くなったりとか、足がこう痺れてきてしまったりとか、痛くなってしまって、まあ、困ってると思うんですよ。で、それに対してね、病院に行って注射を打ったり薬を飲むけども、やっぱ変わんなかったりとか、整骨院とかに行って筋肉だったりとか関節のね、治療を受けるんですけども、受けた直後はいいけど、また普通に作業してたらまた痛くなってくるってことでね、きっと困ってると思うんですよ。実はね、そういった治療をしても良くならないのには、筋肉が問題じゃなくて内臓が問題のことがあります。はい、その証拠にこちら見ていただきたいんですけども、はい、こちらですね、同一人物の患者様なんですが、はい、まあ、これはね、オンライン整体といって、テレビ電話をねしながら体の傾きだったりとか、いろいろ見てね、どこが原因なのかなっていうのを探してストレッチをやっていくっていうのをやってるんですけど、左がね、やる前で、右側が手術をした後の状態なんですけど、これ明らかに違うの、なんとなく分かりますか？はい、これ何をやったのかっていうと、腸のセルフケアっていうのをですね、やりました。はい、ものの3分ぐらいです。はい、それをやっただけで、こういう風にね、反り腰になってた部分がまっすぐですね、右の図のようになったんですよね。今日のこの動画はこの動画の続きになりますので、まだ見てない方はね、この動画が終わった後に下の説明欄にこれ URL 貼っときますので、その後見ていただければと思うんですけども、腸ですね、腸をしてあげるだけであんだけ変わるんですよ。はい、あんだけ変わります。で、腸っていうのはこの間お話ししたように、反り腰を作ってしまう筋肉とつながっているので、腸が悪いので反り腰の筋肉が硬くなって、腰立ってて腰が痛いってことが起きてきます。はい、で、その腸をね、悪くしてしまってる要因として、肝臓がね、影響してることっていうのがありますので、今日はね、肝臓のお話をさせていただいてるんですが、じゃあなんでね、肝臓が悪いと立ってる時のね、腰痛に関係してきやすいのかっていうと、まず肝臓のね、状態が何かしらで悪い、あなたが例えば、お酒をたくさん飲んでたりとか、薬を日頃たくさん飲んでたりとか、アレルギーがある、うんぬんかんぬんって、何かしらに肝臓に負担がね、日頃かかってしまってると、肝臓っていうのがね、下に下がってきてしまうんですよね。下に下がってきてしまいます。そうすると何が起きるかっていうと、これちょっと見てほしいんですけど、肝臓と腸っていうのはこんな感じの関係なので、当然ね、肝臓が疲れてきてしまって下に下がってきてしまう、上に上がる力がなくなってきてしまうと、腸を押しつぶすような形になってきます。はい、で、腸を押しつぶすと何が起きるのかっていうと、腸もね、上手に働けなくなってくるわけなので、例えば便秘になってきてしまったりとかして、腸のせいで反り腰の筋肉が硬くなってきてしまって、腰痛を引き起こしてきてしまう。でも、そもそも筋肉がただ硬くなったわけじゃなくて、肝臓のせいでそういう症状が起きているのであれば、やっぱ肝臓をね、しっかりケアしてあげないと、反り腰の筋肉とかは柔らかくならないわけなんですよね。はい、で、もう一個言うのであれば、肝臓っていうのはですね、首だったりとか胸の筋肉とつながりがあります。はい、なので肝臓の機能が弱くなってきてしまうと、それらのね、筋肉が硬くなってきてしまって、首、まあ、上半身由来ですよね、の腰痛っていうのが起きてくるわけなんですよね。なので、あなたがですね、病院とか整骨院とかで筋肉だったりとか関節の治療を受ける、それで一回楽になるんだけども、また仕事とかスポーツとかやってると症状が戻ってくるのであれば、そういうのはですね、筋肉そのものの問題じゃなくて、内臓の問題で筋肉が硬くなってそういう症状が出てる可能性が高いですので、ぜひですね、今からお伝えするセルフケアっていうのを一緒にやっていただければと思います。今日のね、内容が合う方っていうのは、もう全員にね、とりあえずこれはもう合うって言いたいところなんですけど、強いて言うのであれば、肝臓にね、何かしらのがんだったりとかがある方はちょっとやめといた方がいいかなと思います。ただ脂肪肝とかはね、全然やっていただいていいんですけど、まあ、生活習慣として、例えばお酒をね、日頃よく飲んでるとか、腰が痛いからとか、足がしびれるからといって、まあ、日頃リリカ飲んでますとか
ロキソニン飲んでます、トラムセット飲んでますっていう感じで、もう肝臓を痛めつけてる人は絶対飲んだ方がいいと思いますし、あとはブロック注射とかをね、何回もやってる人も結構肝臓悪かったりとかしますので、そういう方にもやっていただければと思いますし、あとはねジャンクフードをよく食べるとか、スナック菓子をよく食べたりとか、脂っこいものを日頃よく食べたりとか、添加物ですよね、そういう食事が、ね、ちょっと荒れてる人は絶対やった方がいいですし、ってぐらいね、もうね言ってたらキリがないぐらい、もう肝臓はねほぼ全員やった方がいいですので、とりあえず一緒にねやっていきましょう。はい、ではね肝臓のセルフケアっていうのをやっていこうと思うんですけど、まずやっていく前にどこをね触っていくかの予習をまずやっていこうかなと思います。で、肝臓のセルフケアに対してはですね、右側のまずあばら骨側をまず見つけていただいていいですか。はい、で見つけていただいたら、その上にねこう肝臓があるっていうふうになんとなく思ってください。はい、で今回触るポイントはですね、ここっていうよりもねちょっと横ですね、肝臓のこのあばら骨の上の部分ですね、の横、この辺りをこういう風に触ります。はい、でもう一箇所はですね、この肋骨のあばらの下ですね、ここ、この2箇所をね使いながらセルフケアっていうのをやっていきますので、まあ、そこをまず覚えておいてください。はい、ではね肝臓のセルフケアやっていこうと思うんですけど、先ほどお伝えしたここあるじゃないですか、ここをね自分の右手で触ってあげてください。はい、触っていただいたらね、左の股関節に向かってこの右手を絞ってあげる、はい、絞ってあげる、こっちに向かって絞るような感じですね。はい、肋骨を絞るようなイメージです。で、そうした状態で3秒止めます。3秒手を止めてもらって、そこからねポンと離すだけ。はい、簡単でしょ。はい、簡単なんですけど、これちょっと難しくて、はい、もう一回言いますよ。この肋骨の横ですね、あばらの横を持っていただいて、ここから反対の股関節に向かって絞ります。この絞るのがしっかりできてないと意味がないので、しっかり絞ってあげてくださいね。で、こっから圧をしっかり3秒ぐらい止めて高めてあげたら、こっからポンと離す。はい、そうすると肝臓がねグーってされてたのがいきなりパンって解放される感じになりますので、それで動きをねつけていくことっていうのをまずやっていきます。はい、これをね10回3秒止めては離してを繰り返していきましょう。はい、いきますよ。じゃあ1回目いきます。はい、絞って1、2、3、ポン。はい、2回目いきますよ。内側に絞って、こう反対の股関節に絞ります。1、2、3、ポン。はい、3回目いきますよ。反対の股関節に向かって、1、2、3、ポン。はい、4回目いきます。内側に、こっち側に絞ります。1、2、3、ポン。はい、本当は10回なんですけど、とりあえずここでは5回しますね。はい、もう1回ですね、いきますよ。内側に絞って、1、2、3、ポン。はい、っていう感じでしっかりまず絞るってことを意識してください。最初のうちはね、もしかしたら上手にできなくて、これで合ってるのかなってなるかもしれないんですけど、しっかり絞り上げるってことができてれば、おのずとね、そのうちやってるとこのポンの意味が分かってくると思いますので、まあ、しっかりこれまず続けてください。で、これ5回終わったら次ですね。次はさっきと同じところを右手は持ちます。で、次反対ですね。さっきまで遊んでたこの手は、さっきのこのあばら骨、最初にお伝えしたあばら骨ありますよね、そこに対してね小指ですね、小指をこういうふうに沿わせてください。沿わせる。はい、で、こっちの手はこのさっきのところを持つ。はい、これでね、こっから深呼吸に合わせてぐーっと圧を高めていきます。ぐーっとこんな感じで。はい、なので息をまず吸うじゃないですか。吸って吐いて、ふーって吐くときにこの圧をねぐーっと高めていく感じ。はい、で、呼吸はだいたい5秒からね、10秒口から吐いていただけたらいいかなと思いますので、はい、ちょっと1回練習でやりますよ。はい、小指のところをこのあばらの一番下にセットしてもらって、右手は肋骨を持ってあげてください。はい、じゃあ鼻から吸って、吐いて、はい、圧高めれてますか。
っていう感じで息を吐くときに左手はこっち側にグッとで右手はさっきみたいに絞る、はい、そうすると肝臓がねギュッて絞られるような感じになりますので、これをねケアとしてこれも10回ぐらいやっていただければなと思います。今回はね5回まずやろうかなと思いますので、はい、そしたらやっていきますよ。あばらに対して小指をしっかりあてがってください。で右手のこのあばらのところをこういう風に持っていただいて、ここから鼻から息を吸います。吐いて絞ります、絞ります。一回肩の力抜いて息を吸ってあげてください。じゃあ2回目いきますよ。はい、じゃあ鼻から吸って吐きます。はい、楽にします。はい、3回目いきますね。絞って小指はあばらのところ、はい、しっかり肝臓に圧を高めます。じゃ鼻から吸って吐いてゆーっと、はい、楽にします。じゃ4回目いきますよ。あばら持って小指あばらにしてもらって、はい、息を吸って吐いて、はい、楽にします。はい、じゃあ最後いきますよ。はい、鼻から吸って口から吐く。はい、OK です。はい、それでね起き上がってみてください。そうするとですね、こう肝臓した後ってなんか体が軽い感じしませんか？はい、上手にねできてると体が軽い感じがします。まあこれっていうのはまず肝臓してあげることによって血液循環っていうのがですね改善されるから軽くなったように感じることもありますし、あとはですね腸と同様に肝臓っていうのはいろんな筋肉と関わりが深いです。首だったりとか肩の筋肉、胸の筋肉ともつながってますし、あるいはお腹の筋肉とかつながってます。で肝臓の機能が高まると他の内臓の機能も高まって体がね、いい方向に持っていけるっていうのがありますので、ぜひですね昨日お伝えしたこの腸のストレッチと一緒に今日の肝臓のねケアっていうのをしっかりしていただければと思います。そうしていただくと序盤で紹介した女性のような感じで姿勢が変わってくるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひですねお悩みの方は続けていただければと思います。はい、次回なんですけど、肝臓がね疲れてる人っていうのはこれまたですね膵臓と言われる臓器も疲れてたりとかします。はい、同じ消化器系なんですけども、膵臓もね肝臓とちょっと親子みたいなところがありますので、今日のセルフケアの効果を、ね、高めるためにもこの膵臓のセルフケア大切になってきますので、ぜひですねまた次回見ていただければと思うんですが、まだチャンネル登録してない方はですねぜひお見逃しないように登録してください。あるいはですね今日の内容良かったなと思った方はいいねボタン、そしてためになったなとかもっとこういったことが聞きたいとかあればですねコメントしていただけると嬉しいのでコメントもしてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。